ナンバーアンダーライン I の FNS 歌謡祭での圧巻ステージショーのラップが観客を魅了しファンの脳を覚醒させた瞬間とはファンクラブ加入急増ナンバーアンダーライン I の全国ツアー情報解禁とその衝撃の理由とは何度も何度も目にする動画の中でいつも心を奪われるのがナンバーアンダーライン I のパフォーマンスだ FNS 歌謡祭での披露は その中でも特に衝撃的で、見たことのないほどの迫力に満ちていた。彼らのステージを見ると、いつも新しい驚きと感動があり、その度に自分の中の感覚が目覚めるのを感じる。ナンバーアンダーラインアイの3人のメンバーは、それぞれが持つ個性と才能を最大限に活かし、観客を魅了する。特に賞賛の首の振りは躍動感に満ちており、彼のパフォーマンスには目を奪われるばかりだ。 彼らのパフォーマンスは、まさに宇宙一と言っても過言ではない。呼吸を忘れるほどの圧巻のステージで、見る者の,の心をわしづかみにする。先日、友人からナンバーアンダーライン I のファンクラブに入会するという連絡があった。秋には全国ツアーがスタートするということで、少しでも当選確率が上がるかもしれないという期待感が高まった。動画配信を通じて、 私が知らなかった新しい風景を見せてくれる彼らのパフォーマンスは、本当に脳が覚醒するような体験だった。歌謡祭でのパフォーマンスもまた最高だった。特に後半の賞賛のラップは圧巻で、彼の気迫がひしひしと伝わってきた。私はテレビの前で自然と、行くぞ、と声を上げてしまうほどだった。有明ライブには落選してしまったが、盆の衣装を見られたことは嬉しかったし、 彼らのパフォーマンスの凄さを再確認することができた。彼らのパフォーマンスには常に新しい発見と感動がある。それは見る者の心に強く訴えかけ深い印象を残す。彼らの気迫と情熱が伝わってくるステージはまさに一度見たら忘れられない。クレバさんとのコラボレーションも素晴らしく見逃した人には TVer での主張を進めたい。 盆踊りの時のジンくんの手の美しさもまた印象的だった。彼らのファッションも素晴らしく、特にブルーの衣装が印象的だった。三人のパフォーマンスは、どこまでも進化し続けている。見るたびに新しい驚きがあり、彼らの成長を感じることができる。ただ、後半のナンバーアンダーラインアイやスノーマンとの並びの時に、アナウンサーが立ちふさがって話を遮る場面があり、少し残念だった。 それでも、ナンバーアンダーラインアイのステージには圧倒的な存在感があり、その覚悟が伝わってきた。他のアーティストとの競争の中でも、彼らのパフォーマンスは突出していた。歌謡祭の放送がなかった地域の人々には、特に残念だっただろう。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスやクレバさんとのコラボレーションを見逃したことは、確かにショックだっただろう。しかし、 それだけに彼らのライブや動画配信がファンにとって貴重な機会となる。私たちは彼らのステージを通じて日常を超えた新しい世界を垣間見ることができる。彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超えた心を揺さぶる体験だ。その一瞬一瞬が見る者の,の心に深く刻まれ忘れられない思い出となる。彼らの成長と進化を見守ることは ファンにとっても大きな喜びであり、誇りである。これからも、彼らの新しい挑戦と驚きを楽しみにしている。彼らのパフォーマンスを通じて、私たちは常に新しい感動と発見を得ることができる。彼らの未来に期待し、応援し続けたい。ナンバーアンダーライン愛の FNS 歌謡祭でのパフォーマンスが終わった後、友人たちとその夜の余韻に浸りながら、 彼らのこれまでの軌跡について語り合いました。彼らがデビューした頃からの成長を思い返すと、本当に感慨深いものがあります。デビュー当初はまだ浮世踊りしさが残っていた彼らが、今では世界中のファンを魅了するトップアーティストへと成長しました。その成長の過程には、数え切れないほどの努力と試練があったことでしょう。何度も壁にぶつかりながらも、それを乗り越えてきた彼らの姿勢は、 私たちに勇気を与えてくれますステージ上で見せる彼らの笑顔やパフォーマンスにはそんな彼らの努力が詰まっているのですナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人にスポットライトを当ててみるとそれぞれが持つ独自の魅力と才能が浮かび上がります翔さんの力強いダンスと感情豊かな表現ジく君の繊細で美しい手の動きそしてクレバさんとのコラボレーションで見せた柔軟なアプローチ これらすべてが一つのステージで融合し、最高のパフォーマンスを生み出しています。さらに、彼らのファッションセンスも無視できません。FNS 歌謡祭での黒と赤の衣装は特に印象的で、彼らの個性を際立たせていました。どの衣装にもこだわりが感じられ、ファンとしては細部まで楽しめます。このようなパフォーマンスの裏には、プロデューサーやスタッフのサポートも欠かせません。 彼らの努力と創意工夫が、ナンバーアンダーラインアイの成功を支えているのです。彼らのステージを見るたびに、そんな裏方の努力にも思いを馳せることができ、感謝の気持ちが湧いてきます。私たちが音楽やパフォーマンスを通じて得る感動は、一時的なものではありません。それは私たちの日常に彩りを与え、時には困難な状況を乗り越える力をくれます。ナンバーアンダーラインアイのように、 私たちもそれぞれの場所でベストを尽くすことができればきっと素晴らしい未来が待っているはずです今回の「FNS 歌謡祭」での経験を通じて私たちはまた一歩彼らの世界に深く引き込まれました彼らの次のステージがどんなものになるのかどんな新しい驚きと感動が待っているのか期待が膨らみますこれからも彼らの成長と挑戦を見守り応援していきたいと思います そして、彼らのように私たちも日々の中で情熱を持って生きていくことができるよう、努力を続けていきたいです。あなたも、一緒に彼らの旅を追いかけてみませんか新たな感動と発見が、きっと待っていることでしょう。彼らのパフォーマンスを見ることで、私たちはただ楽しむだけでなく、多くのことを学び、感じることができます。その感動を共有することで、 私たちのつながりはより強く深くなっていくのです。これからも共にナンバーアンダーライン愛の奇跡を追い続けましょう。最後に彼らのパフォーマンスを見るたびに感じること。それは彼らの情熱と努力が生み出す奇跡だ。彼らのステージにはいつも新しい驚きと感動があり、その一瞬一瞬が大切な宝物となる。これからも彼らの成長を見守り、 応援し続けたいと思う彼らの未来に期待し、その歩みを共に歩んでいきたい。あなたも、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを見たことがありますかもしまだなら、ぜひ一度その魅力を体験してみてください。彼らのステージは、きっとあなたの心を揺さぶり、新しい感動を与えてくれることでしょう。彼らの未来に期待し、その成長を見守り続けましょう。